リンとのグッドナイトレイディオ。リンリン、ハローパラレール。どうも、リンリンパラレルのリンとです。今日はグッドナイトレイディオ2回目放送になりますので、今回も頑張ってウィスパーボイス、ささやき声の練習をしながら、皆様の夜のお供になるようなラジオをさせていただければと思います。今日は近々の1週間のお話をさせていただければなと思っております。皆様はこの1週間いかがお過ごしでしたでしょうか？私はここ1週間ちょっと喉の調子を悪くしてしまいまして、大事を取り生放送等を控えさせていただいておりました。動画を撮ることも一旦やめて他のことをね専念させていただいて、先日のような MMD、ダンス動画などをですね、練習勉強させていただいておりました。今季節の変わり目にも差し掛かってきているので、やっぱりどうしてもね風邪をひきやすい時期でもありますし、あと私が女性声をこう無理に練習をしすぎてしまって、それで喉を悪くしてしまった可能性がございます。ですがそこもこうゆっくりと解消しながら喉の調子も整ってきたので、このような形で、動画をね、撮らせていただいております。で、私はここ1週間なんですが、その喉の調子を整えるっていうのもそうですし、ヨガを行ったり、まあ、本当に MMD のお勉強をさせていただいたり、あとはご友人とかなりいろいろなことお話しさせていただいたり、仲良くさせていただいたりっていうところでした。正直やりたいことっていうのはたくさんあります。撮ってみたい動画も今ね3つぐらいあるんですけれども、ちょっと時間が足りない部分もあるので、ゆっくり時間をかけながらこちらの方を撮っていこうかなと思っております。でここ1週間は特に食べ物に気を使っておりました。やっぱり栄養が偏ってきてしまっていたり、あとは、こう、なんていうのかな、飲み物もね、栄養ドリンクというか、レッドブルですね、を飲みがちだったので、レッドブルを飲まないように気をつけてみたりだとか、あとは、以外で言うと野菜を摂るようにしたりとか、肉だけじゃなくってね野菜も摂るようにしたりっていうのを気をつけたり、あとはできる限りちゃんと規則正しい生活をするために遅くなりすぎないうちに寝たりってことも心がけていましたね。ちょっとね、1週間を思い出しながらお話ししてるんですけど、あとは、龍角散喉すっきり飴を、ここ1週間はかなり舐めてましたね。喉の調子あんまり良くなかったんで、てか龍角散マジですごいと思うんだよね。と、なんか、喉が整うというか、と、風邪をひく前に、早めの薬を飲んだりっていうことをしておりました。あとは、それをしながらも、ちょっとずつ女性声らしい練習っていうところを練習しておりました。で、なんて言ったらいいのかな。多分、私、声質自体は高いんですよ。もともと。で、多分、声の高さがどうのっていうのは、一旦置いておいて、多分声の出し方や、あとは女性らしいふんわりとしたような喋り方。どちらかというと、普段の喋り方だと、もっとこう広げた
お話の仕方をしてしまっているので、どうしても女性っぽい感じっていうのは出てないと思うんですよね。なのでその女性っぽい感じ、可愛らしい感じをうまく出すためには口角を上げるっていうところも大事ですし、あとは、柔らかい、抑揚のあるお話の仕方っていうのを気をつけていくといいのかなって私は最近思っております。ただ、皆さんがこれを聞いていただいて、どのように捉え、こう、私のこの表現というかね、どのように汲み取っていただけるかっていうのは、まあその方その方次第にはなってしまいますので、皆様のご意見とかもねお聞きさせていただければなとは思います。全然コメントでね書いていただいてもいいので、ぜひぜひ教えてください。やっぱりこう逆にね、変にそういうの意識をしすぎてこうリンちゃんらしくないなってならないようにはしたいし、やっぱりリンちゃんらしい状態っていうのをね保ってたらいいなって思っております。なのでなんか私らしさっていうのを出しながらお話し進めていけたらなと思っておりますので、でもねやっぱり可愛くはなってみたいなっていうところもあるので、まあ、いろんな葛藤があるんですけれども、ちょっとねいろんなことに挑戦をしていきたいと思っておりますので、そちらの方をご協力いただければなと思います。はい、今回はねちょっと拙い形の流れにはなってしまい、分数自体も短い放送にはなってしまうのですが、今日はここまでとさせていただきます。またトークテーマ等をね、マシュマロの方で募集はしておりますので、マシュマロの方にトークテーマ送っていただければ、そちらのトークテーマに合わせてお話し進めさせていただきますし、本当他愛もないご質問いただいても構いませんので、こちらぜひぜひ概要欄より見ていただいて、そちらの方からご意見いただければと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、今回はリンとのグッドナイトレイディオ第2回放送でございました。それではおやすみなさい。